お願いメリオダス、考え直して。魔人王になるなんて絶対、絶対にダメ。これ以外に方法はねえ。分かってくれ、エリザベス。何があっても呪いを解く。俺とお前の約束だ。私だって死ぬのは怖い。いえ、転生して今の記憶を失ってしまうのが怖いの。父上や姉様たち、ホークちゃん、ディアンヌ、エレイン、七つの大罪のみんなを忘れるだなんて。でも、何より一番怖いのは、二度とあなたに会えなくなること。呪いを解けばきっと私は助かるかもしれない。記憶だって失わずに済むかもしれない。でも、そのためにあなたが魔人王になったらどうなるか、自分でも分かってるんでしょ？魔人王の力は強大だ。俺はおそらく、この世界に存在し続けることができなくなる。なら、呪いを解くことに何の意味が？私は嫌よ。あなたのいない世界で生きていくなんて。そんな心配はしなくていい。お前は母親の呪いで、生まれ変わるたびに俺を好きになるよう思い込まされているんだ。呪いさえ解ければ、そんな思いは全部綺麗に消えちまうさ。だから心配するな。本気で言ってるの？あなたを好きな子の気持ちは誰かに作られたものだと。でなきゃありえねえだろ。生まれ変わるたびにこの俺だけを好きになるなんて。なら、どうして？私が助けを求めても放っとけばよかったじゃない！どうせ死んで何もかも忘れて転生するんだから、私じゃなくてもっと別の誰かを好きになって生きる道だってあったじゃない！仕方ねえだろ。何が仕方ないの？いつのお前も、女神族だったお前も、リオネス王女のお前も、俺は全部好きなんだ。メリオダス、私だって断言できるわ。106人のエリザベスたちが、リオネス王女の私が、自分の意志であなたを好きになったって。お前がずっとずっと愛しくてたまらなかった。こうして触れるたびに心が踊って仕方がなかった。なのに今は何も感じねえ。だから分かってくれ、エリザベス。俺に残っているのはお前との約束を守ることだけなんだ。そうなら私にも考えがある。私は七つの大罪と協力して、あなたが魔人王になるのを全力で阻止する。バカな真似はやめろ。話して！殴って気が済むなら殴れ。バカ。あなたが私を救おうとするように、私もあなたを救いたいの。待ってて、メリオダス。